ねえ、実はさ、全然充電溜まってなかった。さっき食べてる間に充電しておいたのに。ガーン。落ち込んでいるよ。だから充電を挟みつつやっていきたいと思います。落ち込んでいるよ。見て、なんか雑誌の付録でついてきた。うちの部屋画質悪いな。くるくるしてる？我慢12に変えた。Can I hate Airy？ 私は Airy を嫌いですか？私は Airy が嫌いですか？会うことができますか？ オンライン、オフライン、オンライン、オフライン。ソーリー。ソーリー。ベリベリソーリー。アイム反省。本当にごめんなさい。大統領だけ我慢できないから先歌おう。止まっちゃったらごめんなさい。ソーリー。興味ねえんだよ、まあ。I have a pen。あれ？ダウンロード失敗って言われちゃった。なんで？なんで？お願い。お願い。全然表示。あ、いけた。すごいバグってるんだけど。待って、何かが起きてる。すごい、あのね、シルブプレジデントっていうね、題名がね、右下にね、ブワーンって大きく表示されてたの。え、今どうなってる？見えてる？普通に。で、歌詞が表示されなかった。めっちゃ怖かったんだけど。シルブプレジデント右下にバーンって表示され、シルブームぐらいまでしか映ってなかった。え、またなってる。ごスクショしよう。あ、え、すごい。何このバグ。歌詞が拡大されちゃった。どうしようかな。どうしたらいいのかな。スクショしよう。次もなったらスクショしてみせます。なるかな、また。ちゃんとダウンロードされてないのかな。お願いします。まただ。
きねバイバイバイ死んでたかいこっちに何もないけど騒ぎでしょ。ワンツースリーダダダダイコーようになったらね、まずは君を捕まえるね、濡れたタオルで洗いざらい剥がせろね、誰ですかあの女、なんでいたのロマンスのへそじに寄せない、消してあげるね、シルブクルクルクル、あ、やったやった、嬉しい、やっとこっちの携帯が反応した。先生、私が大統領になったら誰の仕事の付き合いだよっていうやつは 10% 来た。もう今日はカラオケやるなんて言われてんのかな。ミミミミちゃん、まるでドンパン気取りスカンダラ、マママママンタン、価格解消なしのスクープね、愛はない理由じゃない、悪くないのね、はいはいはい、気迫どんな生き方が何にもないとかありえないでしょ。ダダダ大統領になってもね、多分君は止まらないね、しらっと届けてのらりくらりかわすのね、デートですか、こんばんは、本気ですか、そうですか、情熱とは不純意技術を消してしまいたい、ダダダ大統領になったらね、マジで君を捕まえるね、濡れたタオルで洗いざらい剥がせるね、どこですか今あんた、見つけちゃったバレちゃった、夜道はご用心さよなら、代わりに純正シルブプレプレプレジネス、やったさあ、この歌はちゃんと表示してくれよ、お願いだからな。10% だからあと1回ぐらい歌えると思う。まただ。ちょっと待って、なんだよね、なんなの本当に。私のこと嫌いなの。私のこと嫌いなのかにゃ。いいね。本当になんて素晴らしき世界で、今日また己の醜悪さに惑うなのに、ひとそきって思う気持ちだけは一丁前にあるから、もがいてるんでしょう。あくび正直言って私の顔は、そう神様が左手で書いたみたい、いつぜこの世にあるラブソングは絶対私向けなんかじゃないでしょう。使い道のない口づけ、哀れみを欲しいままに、スパンコールの傘蓋で身を守る、愛されないくらいなんだ。キラキラ輝いて私は夜を飲み、ラッタッタッタ、今に見てのこのラムに染みるわ、1ミリグラムの花火、ドラッグオンドラッグオン、なんてファニーこの世の歌、いや
ギラギラギラ。ラングハニーこのビーツ。あの、あ、始まってた。もう爽やかに狂っていたみたい。それは世界の方か、それとも私の方ですか。妖精は鼻から無理でしょう。我がいいものこそ悲しけれ、無我夢中走る走る。強い酸性が洗い流す。抱いてメラメラ火を吹いて、私は夜の狼。ラップタップタップタップ、どこで見てるこのラップ。強くなりあなたなりの名義カップで、ラップラップラップ。リリファニー私はブソーリング、リングの街を行く。もう一回もう一回もしよう。神様が日の出来てあなたを試せかしれない。あー疲れた。ちょっとね、知れない。本能歌いたい。本能本能。寂しく歌えないけどな。ギラギランガンガンヤインテン。そうだ、 LINE 見れないんだ。ウィニファニーギラ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 。ギラッツスパーキシースカイダー、ギラついてこう。もう一回もう一回、もしも神様が左利きならどんなに幸せか知れない。これめっちゃ美味しくない？ぶどう味初めて食べた。いつも水色だけど、普通のプレーン味みたいな。好きって言って好きって言って、他に何もいらないから。左外らない。見て
まま。オッケー、外れました。バッチリ。雑誌の付録とかマジ何年ぶりだよ。入ってた。カラオケは終わり。うん。充電が溜まってたら。え、今日暑かったよね。めっちゃ暑かった。私も。充電が溜まったらやるよ。でも多分まだ。明日から雨。マジ？だから使おう、これ。明日はハサミ？何？私。寒い。明日寒いの？どんな服装にしようかな。長袖ね、分かった。10度ぐらい下がる。大変だそりゃ。それは大変だ。それは大変だね。何着て行こう。それは大変だ。それは大変だね。上着いるね。 B さんいいじゃん、元気じゃん。こんばんは。明日のコーデを頭の中でもう組んだけど、最近あのユニクロで買ったジーンズがどこに行ったかわかんないんだよな。どこ置いたっけあれ。ちょっと頭の中で探してるんだけどないんだよね。初めまして。何食べてる？ラムネ。私あのユニクロのチーパンマジでどこ置いたんだろう。レイちゃんとこじゃない。ユニクロで服買う、初めてジーンズ買いました。ジーンズどこ行ったんだろう。可愛いですね。ありがとうございます。ユニクロのジーンズめっちゃ可愛い、ね、ユニクロのジーンズどこ行っちゃったんだろう。でも切ない。探す絶対。どこやどこだ。必ず探し当てましょう。明日はエピネの上着に紫のタートルネックにジーンズを履きたいと思います。それで、いや服は意外と今綺麗に収納されてます。これで髪は巻き巻きします。
るくるする、くるくるします。雨は日を吹いて、私は夜の髪、ラッタップタップタ、そこで見てもこのまま握りしめるわ、1ミリグラムの花火、花火。ラムネ美味しい、私はラムネ大好き。めっちゃブサイクだったね。充電溜まったかわかんないけど歌います。まだダメだ、なんでこの歌詞。すぐに写真を撮りたがる、私はいつもそう、写真になっちゃえば私が古くなるじゃない。あなたはすぐに絶対などという、私はいつもそう Don't you see? I wanna be with you. ここにいて、ずっとずっとずっと。明日のことはわからない。だからぎゅっとしてて。かけてるレベル1エコー。
そう変えてないかも別に。今だ。すぐにいじけてみせる。私はいつもそれを喜ぶのを。だってカードみたいだから、私がコートにじゃない。 Don't you see I wanna be with you。 そばに来てもっともっともっと、昨日のことは忘れちゃおう。そしてぎゅっとしててね、ぎゅっとしててね。何何やつが来たよ、同じ日のことを思い出して。やば、充電全然ないじゃん。充電 4% しかなかったんだけど充電 4% しかなかった。危ねえ危ねえ。I wanna be with you。
んまその多くの曲を聴いてるわけじゃないけど、自分が聴いてる中だとこれ好きかも。やっぱだって冷めてしまっちゃえばそれすら嘘になるじゃない。 Don't you think I wanna be with all you、 いつまでもいつまでも続いてほしいと願っている。手を取ることはできずとも、私はあなたを好いで、私の僕の時間が止まればいいのに。空もドアも開いている、なんて久しぶりなの。お皿もこんなにたくさん閉ざされていた部屋を、お祝いのために綺麗に飾られて、まるで違う場所でなんちゃらららら、この時を夢見てた。そう生まれて初めて音楽に乗り、生まれて初めて溢れすぎて私なんちゃらなら、もう一人じゃ。本当に整形したい、どうしたらいいと思う。なんか一回しか人生ないしさ、自分の好きな顔になるのも悪いことじゃないのかなって。鼻と目尻の切開したい。鼻がしたい。とにかく今日もさ、撮影でめっちゃノーズシャドウ入れてもらったの。やっぱ私ってほんと鼻やばいなって思われるんだなって思った。もうすんごい量のノーズシャドウ入れてくれたのよ今日。落ち込んだ正直あの量は。鼻が細くなればリナさんみたいな顔になれる気がする。ここの肉が多いんだよね。もうここの低さを諦めるとして、ここをもっとちっちゃくしたい。ここなんかこの団子っ鼻の肉を削ぎ落とすことはできないのかな。今あるもので可愛くなれないから困ってるんでしょ。もうなんか TikTok で橋本環奈様とかが流れてくるたびにさ、あとなんかの大会で優勝したあの14歳の中2のあのめっちゃ美人の人を見た、ニュースとかで。なるほどね。やばくない？もうあんな
あんな顔が生まれたらさ、おはようって見て鏡見るたびに、うわー可愛い幸せってなるんだろうな。人を見るとき鼻見る見る。私は見る。自分のコンプレックスが鼻だから。マジで可愛いよね。可愛いというかなんか美しい。変わるよね。でもあれは崩れることはないよ。何があっても10年経ったとしても全然可愛くなくなることはない。私の顔ありがとう、ありがとうね。本当にトイレとペーパーめっちゃ見えてる。メガネごめんね、なんかあるわ。もうちょっと取るのめんどくちゃ。芸能を辞めたら更生系しようかなってすごい思ってる。なんかうまいおいしいです、ありがとう。芸能辞めたらしたいな。いつも言ってるよねこれ。私視力大佐ちい先生、何もないけどさぬきたいでしょ。ワンツースリー。まあまあまあ努力はします。ちょっとでも可愛くなれるような努力はしていきたいと思います。諦めずにね。いっぱい食べちゃったけど今日ローマンスの不祥事逃がさない。ミートに入った時の10倍ぐらい可愛い。お、じゃあまた10倍可愛くなれるかな。私はちょっと年齢を追うごとにマシになるタイプかなって思ってるよ。私多分そういうタイプな気がする。可愛いと言い続け優しい。栄養補給、そう栄養補給しただけ。そう、私は多分年を重ねるたびにマシになるタイプの顔なんだろうなと思う。ちょっとあの動画見てきて、本当あれやばいからマジで鬼ブサイクあの時は鬼ブサイク、今はブサイクって感じ。そう、多分私はね、少女の時の方が可愛いって人と大人になった方が可愛いって人は分かれると思うんだけど、私は多分後者だな。見て、首ないみたい。やっぱめっちゃタンクトップなんだよ普通の。授業前の最後の宣材写真全部読んだら一番嘘そうです。それは加入した時で可愛いってなったから今すごい。センターになってるわけないでしょうが。なってないから今高校にいるんだろう。そうだろう。煽ってるのかな。
5億。人生何があるか分からんから、まあね。ゆうちゃんから電話かかってきた。どうしたんだろう。ちょっと一回出てきます。心配なのでごめんなさい。私れいちゃんからさ、ね、半日返信来ないだけでさ心配になって連絡しちゃうからね。大丈夫、生きてるって。半日ぐらい帰ってこなかった。え、大丈夫かなって、なんか何もない、ただの暇伝でした。ママその不祥事逃がさない。今なんか配信レポートの機能があるの全然知らなかったわ。今回のイベントで初めて知った。1日何時間配信してるかみたいな見えるのめっちゃびっくりしたんだけど。新機能って感じ。新機能じゃないんだけど、さ、全然知らなかったこの機能。びっくり。そう、はい、1日何時間配信したか分かるところがあったんですよ。知らなかった、本当。で、すごい、めっちゃ分かる。めっちゃ分かる。え、すごい。うん、すごい。そう、いい機能。全然知らなかった。今までのも見える。秒単位までわかる。すごいよね。昨日は 1時間51分だって。いくつの街を行く面と時点で、もう一回もう一回もしも神様が左利きならどんなに幸せかもしれない。好きって言って好きって言って他に何もいらないから、ねえ好きって言って忘れないように、君がいはいらないから、パフパフニャーニャー、パフパフニャーニャー、パフパフニャーニャー、オーマイボー、超好き、ねえ好き、わけわかんないくらい好き。あ、何正直言って
私の顔はそう神様が左手で描いたみたい。無我夢中走る走る強い賛成が洗い流す前にカラオケ行きたい。室抱いてメラメラ火を吹いて私は夜の神。曲作りあれ以降してない。してないね。でもするよ普通に。なんか最近まず家でゴロゴロしてる時間ないんだよな。ゴロゴロしてるっていうか、なんでこんなに忙しいんだろう何かが。あ、でも明日あれ映画ね見に行くんだ。その後撮影です。明日はそうだから映画見て撮影行くから、昼前とかに配信する。多分11時ぐらいから配信すると思う。あれ見るの。そうした夜ね、多分帰ってこれないと思うんだよな。帰ってくれるけど遅くなっちゃうと思うから。ハクション出る。今めっちゃヘッドスパ行きたい。今日美容院で頭ちょっと揉んでもらった時にもうマジで気持ちいいと思った。ヘッドスパ行って頭ひたすら揉んでもらいたい。いくら万円ぐらいします。ヘッドスパってそんな高くないと。何千円とかだと思うよ多分。何千円とかだと思うよ。ヘッドスパ行ったことない。でもヘッドスパ行ったことないな私。行きたいよね。2000円ぐらいでやってもらってた。いいな。ヘッドスパ30分とか行ってみたい、行きたいんだけど。ヘッドスパスパ。ヘッドスパゲッティ。何ヘッドスパゲッティって。ヘッドスパゲッティって何？なんか可愛いんだけど。可愛い。可愛いヘッドスパゲッティ。なんかハマった。ヘッドスパゲッティって可愛いねなんか。ヘッドスパゲッティってなんか可愛いね。イエーイ。気に入った。すごい。Yeah.
にょにょにょはにょ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 はあ。それでもいい。歌いたいな。そろそろ充電もたまったでしょ。さあ今回こそ一回切ったし、カラオケが直っててほしい。